春風涼しのドライブレコーダー的 Vlog in K キャンピングカーでございます。まあね、YouTube ではいろいろ録音の話をね、いろいろやっておりますけれども、この春風涼しさんはですね、もう結構な、K キャンピングカーユーザーで、K キャンピングカーの本もね、出してますよ。スケベ心で K キャンピングカーを買ったという、超不真面目な、キャンピングカー本なんですけど、まあちゃんとね、キャンピングカーの選び方はね、バッチリバチコーイっていう風に説明しております。で、その中でもね、この経営キャンピングカーを、買うまでのいきさつなんていうのをね、載せておりますけれども、結構ね、売れてんだ、この本もね。ということで、そうね、軽キャンピングカーの本は、そのね、スケベ心軽キャンピングカーの本と、キャンピングカー用のね、安い中華製のですね、FF ファンヒーターってなんで、FF ヒーターってのがあって、石油ガスカストーブ、ファンヒーターの、自作取り付けマニュアルみたいなのをね、英語、ドイツ語、中国語を訳しましてですね、マニュアルをですね、日本語版でバチコーイと、こうやればトラブルねえぜ、トラブル起きたらこうやれいいねっていう本と、この2つのキャンピングカー本がよく売れてるんでございますけども、その中のね、スケベ心系の話をちょいと Vlog でしようかなっていうふうに思っています。で、まず最初にね、軽キャンピングカーじゃあ一体何ですかっていうところで言うと、もう軽のキャンピングカーです。当たり前ですよね。なんですけども、キャンピングカーをね、まずね、分けますよ、種類をね。皆さん知ってんのは、後ろが、なんていうの、普通の部屋みたいな、でっかい四角いさ、トラックぐらいのサイズのキャンピングカーを、要するに後ろに家がついてる感じのね、お想像するんではないかと思いますけど、あれはですね、専門用語では、キャブコンと言います。キャビンコンバージョンって言うんですけども、もともとはね、トラックです。2トン車が多いで、2トンのトラックの荷台に、キャビンって言って、居室をね、居場所をね、お部屋をドカーンって乗っけて、それと、トラックのね、運転席の部屋をバチコーンとくっつけちゃったキャビンにコンバージョンしちゃいましたっていう、要するに運転席と後ろの、お部屋を、くっつけちゃって、バスっていうのをキャブコンって言います。だから運転席から後ろのキャビンまでウォークスルーできるわけで、そのまま行かれるっていうことです。だからアメリカのよく、なんていうの、映画の中で出てくるキャンピングカーっていうのは、キャブコンとかバスコンって言われてる、バスを改造したキャンピングカーが、キャブコン、キャビンコンバージョンっていうタイプの、キャンピングカーなんですよ。に対して、トラックの、運転席と後ろをくっつけないで、荷台の上に、ただお部屋を作っちゃいました、乗っけちゃいましたっていうタイプもあります。なんで、そういうのをね、トラポンと言います。トラックコンバージョンって言います。その場合は、運転席と後ろはくっついてないんで、一回外へ出て、外から中へ入りますっていう感じ。で、それの利点はね、安いってこと。要は、コンテナみたいな、居室を後ろの荷台に乗っけただけなんですね。ただね、車種によってはそのね、キャビンをね、後ろの部屋を下ろすこともできます。それはね、軽自動車にもあって、トラコンの軽キャンピングカーもあって、そうすると、車検の時にはさ、荷台を、から、お部屋を下ろせば、普通の軽トラになっちゃうからさ。で、ほら、車買い替える時もさ、軽トラだけ買い替えて、お部屋はそのまんままた使えるじゃん？っていうタイプもあるのさ。だからそうすると、お得でしょ。で、そういう使い方もある。ただし、さっき言ったように、難点は、
運転席と後ろはくっついてないんで、例えばエアコンとかさ、暖房を、車のエアコン暖房を後ろへ効かすことができないんで、暑いなとか、まあ、ここの後ろの窓を開けてね、風を送ったりすることもできないから、まあまあ限界がありますよな、暖房にね。で、それから後ろに行くのに一回運転席から外出て後ろに乗り込まなきゃいけないから、雨の日なんか一回外出て濡れちゃうねっていうこともあるんだよっていうことでございますね。ただ非常にお得でございます。でね、もう一個が、こういうワゴンとかバンを改造した、キャンピングカーです。だから見た目は普通の自動車、普通のハイエースとかね、軽自動車で言うとエブリーとかって見た目はそうなんだけど、中がキャンピング仕様になってるよっていうのがあって、こういうのがバンコン、バンコンバージョンって言いますね。バンから改造、コンバージョンで、ね、改造してますよって、バンコンというタイプがあります。だから大きく分けると、さっき言ったキャブコン、キャビンコンバージョン、トラックコンバージョン、トラコン、それからバンを改造したバンコンで、さっきちょっと出てきたけどバスを改造したバスコン、バスコンバージョンっていう、まあ4つね、4つの軽自動車の種類があります。キャンピングカーの種類があります。でそのうちで、軽自動車のキャンピングカーにはどんなのがあるかというと、まあ、軽にはねバスがないんで、まず軽のキャブコン、キャビンコンバージョン、軽トラの2室まで全部改造して、1個のお部屋にしちゃってるよっていうのがあって、これ一番グレードが上、高い、だいたい300万から400万円新車価格でございます。昔は100万ぐらい、もう100万ぐらい安かったけど、最近なんか高くなっちゃったね、なんだかね。で次に、さっき言った軽トラの後ろに、お部屋を積んで走るタイプがトラコン。でトラコンはさっき言った不便な点もあるんだけど、車検の時いいよとか車乗り換えの時いいよっていうのがあって、そんだけじゃなくて、あれですね、サイズ規定がねちょいと違うんですわ。で軽の場合ね、横幅はもう決められちゃってて140だったっけ、忘れちゃったごめんね、これ以外のことも、横幅はねどんな車種でも同じになって、横幅が改造で増えちゃうと軽じゃなくなって乗用車になっちゃうんだね。なんで軽キャンピングカーの場合、横幅はどんな車種であっても、さっきのキャブコンでもトラコンでもバンコンでも横幅は一緒。それで長さと縦の長さは、車種によって規制がちゃいます。でトラコンじゃない、ごめんなさいね、キャビンコンバージョンとバンコン、つまり、ボディ一体型ってことだよね。そうなると縦が、2m200cm で決まってます。それ以上の高さは出せません。長さも決まってて、長さもそのよりも長く出せません。長さでこれに対してトラコンの場合はですね、後ろに積んでるのが荷物扱いなので、荷物は先ほどのボディではないのでちょっと規制が緩くなっていて、高さにして50センチ上に高くなります。だから最大地上高が、2メーター50センチまで高くなります。もうこの高さってね、キャンピングカー選びの中ではもう最優先にすべきぐらい重要なものです。で、トラコンは、他の2車種ね、キャブコンとバンコンよりも50センチ背丈を伸ばせるので、非常に居住性が高くなります。長さもね、30センチ伸ばせるので、その分も部屋が大きくなるので、そういう意味でね、実はねキャンピングカーをね2台目3台目って言ってね、分かってきたね、トラコン買う人が多いんじゃねえかな。とっても柔軟性があって広く使えるのでいいんですよ。で、それがまあ3つの車種の
違いでございますね。で、先ほどの、キャブコンと、バンコンは高さ規制が2メーターって決まっちゃってるので、実言うと居室の背丈がちょっとね低いんで、立って着替えができない、背をかがまないといけないので、結構ね大変、かがんで作業するっていうのはちょっと大変なんで、車種によってはポップアップルーフって言って、屋根の上にね、パコーンってテントみたいに、蓋をつけて、開けられるようにしてるのがあります。そうするとね、立っていろんな作業ができるんで、とてもいいですね。なので、さっきのキャブコンとバンコンでポップアップルーフをつけた車っていうのは結構あって、それはね、いいですね。キャンピングカー知らない人はね、あそこがテントになってあそこに寝られて星空見えて良さげーなんていう風に考えるかもしれないんだけど、まあ実はね、あれ本当に地面に張るテントと同じ構造なんで、布なんですね。なんで冬開けたら寒いですよ。なんであそこを開けるとなかなか大変だし、布なんでね、まあ雨漏りが長年の中で起きたりとか、布が破けちゃったりとかっていうことがあるので、ベテランの、キャンピングカーユーザーはね、ポップアップは多分買わないんじゃないかな。ただ着替えとかは楽なんでね、その瞬間だけ開けるっていうことはあるかもしれないし、まあそうね、夏開けて涼しいっていうのもあるからまあいいんだけど、ちょっとプラスとマイナスで考えるとマイナス要素もあるんで、ちょっとやりにくいなっていう感じなので、キャンピングカー選びの中で春風涼し的なチョイスで言うと、まあトラコン一押し、2番目、乗用車と使えるして使えるバンコンでも見た目のかっちょ良さは、キャブコンっていう風に分かれますよ。なんだけど結局のとこは、キャブコン一番高くて、軽乗車の場合背丈が足んねえっていう、区があるので、まあまあプラマイ考えると、まあ春風鈴さん的には背が高い2m50 のね、だから普通他のキャブコンやバンコンに比べると50センチ高い、トラコンがおすすめになっちゃうかなっていう感じでございます。でね、ちょっとその部屋の中のことをもうちょいと説明します。で、春風さん乗ってるのはバンコンです。普通の、駐車場にも一応入れられる2m180 プラスちょっと上にキャリアで太陽光パネルつけてるんで195ぐらいの背丈の車になってます。これだとね、まあハイルーフ仕様の、タワー型駐車場にも入れられるんで、いい感じ。さっきの、2m50 の、トラコンの場合は難しいね。駐車場がやっぱりハイルーフにも入らないんで平置き駐車場しか選べなくなっちゃうから仕事で使うには超不利なので、春風さんこれロケとかでね使ってますんで、一応その 2m の高さ制限の範囲内で使えるこの、キャブコンね、エブリー改造の、乗ってますよ。で、この、春風さんのこのバンコンの仕様を言うと、これはもともと4ナンバーの貨物仕様です。なんで後ろはフルフラットな床が作れるんですね。
ワゴン2種類、ワゴンっていうかこのバンタイプって2種類あって、ワゴンっていう形式とバンという形式があって、ワゴンっていうのは後ろの部屋が乗用車並みに、ちゃんとしたあのセパレートの1個1人1個の椅子がついてるんですね。それぞれリクライニングするような感じのね、椅子が後ろについてますよ。でバンっていうのは後ろは荷室なので、貨物なので完全に、ね、荷物を詰めるように、まっ平らになるように設計されています。なので後ろの席を前にペタンって倒すとフルフラットになって、でそれがね、幅が135で長さが180っていう、そういうお部屋ができます。ということでね、こちらが春風涼し号の、中でございますけれども、あの居室でございますけれども、まあまあこうこんな感じ、まあちょっと汚いものも多いんで全部見せられませんが、まあまあここのとこがね、こうやってカードが開いたりねするんだけれども、そんなような作りになってますよ。で、背丈はね、あの床から、天井までが110あるんで、まあね、こんなに背丈があるんで、うわーって伸びしても全然大丈夫でしょ。で横幅が、135あります。なのでまあまあ横も広いんで、いろいろまあ物を置いたりしてもいいし、まあこんな風にね上に収納がついていたり、まあ反対側も同じになってますけれどもね、反対側ねギャレって言って、水やるとこがついてますけれども、そんでね、この棚のあるところの幅はちょいとそのギャレーとか、それから棚があったりするんで、横幅90センチになっています。でなので、まあそっちはなんていうの、寝るとき足側っていうのかな、こうやってこっち側にうわって寝るんでね。で全幅っていうか、その荷室のこの居室の広さは180センチあります。なのでまあ俺170なんでね、全然余裕です。なのでまあここで寝てもね、まあなんていうの、一人で寝るには全然問題ない。なので、サイズ的にさ、ちょっと直感的に言うと軽自動車のバンコンの荷室っていうのは、およそねカプセルホテルって思うといいんじゃねえかしら。そのぐらいの感じ。まあ今ねこの中にはね電子レンジ積んでるし、さっきの FF ヒーターって冬用のね暖房もついてるし、夏のねクーラーはないんだけど、まあ今年はね空調寝袋っていうのを買ったんですよ。空調寝袋っていうのはね、まあ直径ね70センチの筒、長さ2メーターぐらいの筒、膨らますとプオーっとこう風船みたいに膨らむんで、中はね寝袋みたいにペタンとこう貼り付いていくんじゃなくて、テントの中みたい、筒状のテントって言った方がいいかな。でその中風が通ってるんで、シューって風通って、でまあなんかね涼しそうですよ。なんで真夏もねなんとかそれだけでいけんじゃないかなと思ってますけど、それね全然バッテリー食わないんで、モバイルバッテリーでね10時間も20時間も動きますから、まあ電気代もかからずっていうか、エネルギーもね使わず過ごせそうだなっていうふうに思っております。でね、まあスケベ心でキャンピングカーを手に入れましたみたいな話を書いてますけれども、この軽キャンピングカーだと一人旅はもちろん全然バッチグー、俺は映画の時で最大で20日間ぐらいこれで泊まりしましたけど、全然自分の家が動いてるだけなんで大丈夫で2人で乗るとどうかなっていうと、まあ夫婦ならね全然ちょっと寄り添って寝るぐらいだから、まあ仲悪い夫婦は知らねえけども、全然いい感じ。真夏はちょっと暑いけどね、くっついてくからね。でも2人寝る分には足の方はねさっき言った90センチなんで、まあ横並ぶと足と足がちょっとぶつかっかなって感じだけど、頭の方は横幅130あるので、まあまあそんなにくっつくこともなく、まあいいんじゃねえのっていうぐらいの感じだから、ふにゅじゅじゅじゅのキャップルであれば全然いいんじゃないですかね。それで周りは全部ね遮光カーテンになってますんで、プライバシーは完璧に守られますからね。そんな感じが軽キャンピングカーの基本の木でございますよ。ということで春風涼し、軽キャンピングカーを解説するの巻でございました。